こんばんは。花火かな。ありがとう。金魚ありがとう。星ありがとう。 K2 ありがとうございました。 S もありがとうございました。スクランブルパレオもありがとうございました。 We are もありがとうございました。そう、ちょっとね、持ってきたの、どうしよう。見てくれてありがとう。あ、ちょっと待ってね。どうしよう。ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい。ただいまです。そう、今週は。いっぱい公演に出させてもらったんですけど、ありがとう、待ってくれて。持ってきたの全部 S 公演、 K2 公演、 E 公演、ありがとうみんな。すごい、 K2 公演のお花がびっくりした。本当に2日前とかほぼ、ね、夕方だったから1日前とかに決まった、おとついかとかに決まったのに、お花ありがとうございます。びっくりしました、嬉しい、ね、これ8月23日なんだよね。すごい数えたの、1234567 8って時間からすごいと思って、ありがとうございます。モテるかな、私持ちたい、すごい、どうやって持とうかな、どうやって持とうかな、すごすぎ。わーい、ありがとう、かわいい。かわいい。ありがとう。花火ありがとうございます。お家に飾ってます。幸せ。よいしょ。皆さん見てくれましたか、昨日の公演、花火ありがとう、たまやたまや、え、たまやあるんだ知らなかった、たまや
そう、めっちゃちょっと振り返っていく？ちょっと振り返っていく？もう一旦そうだね、全部振り返ろう一緒に。 S 公演は7月3日だ、書いてくれてる、7月3日、え、1ヶ月前、1ヶ月前なんだ、7月3日。7月3日、1ヶ月前、ほぼ2ヶ月前。S 公演は振り返りしよう、みんなで振り返りしよう。そう、初めてのアンダーは何があるかな。でもなんか出る前にメッセージくださって、その分からないことあったら聞いてねって、ポジションが、そう、あ、それも嬉しかったなね。お見送りはそう、私はあんまりなかなかいないので、そう、ウィーアーとかしかね。でももう本当にもう3日だから3日だからもうちょっとだねって最近いっぱいお話しする、してるんですけど、花火ありがとう。でもエスコアの時は本当にもう先輩がもう優しすぎて、なんかめっちゃガチガチだったけど、だいぶ、うん、マシっていうかでした。でもう7月3日だからだいぶ前だし、もういっぱいお話し尽くしてると思うけど次は E 公演。 E 公演はでもなんかレッスンの時からそう、先輩が優しくしてくださってたから一気に、カホさんがめっちゃ声かけてくださったのがすごい嬉しかった。もう緊張してたからさそう、めっちゃ声かけてくださって、とかそれこそ私が高平先生に見てもらいただいたっていう日は本当に踊り終わった後もうめっちゃいっぱい先輩が声かけてくださって、よかったよお疲れ様って
あ、まやさんはその時もあのよかったよ、かっこよかったよって LINE くださったし、昨日も一昨日も頑張ってねって LINE くださって、あーってなった。あー嬉しいってなってました。あ、すごいメール。そう、頑張ってねって、嬉しいってなってた一人で。あとはリハ終わりかな、なんかもうリハ中になんか緊張しすぎて、そのリハ終わりに一人でいるじゃないですか。一人でいて、なんかそうリハ終わりに一人でいて泣いてた時に、めっちゃ先輩が来てくださって、一人でいるからそんな思ってないじゃないですか。思ってなかったからもう余計泣いちゃって、でその時に MC も言ってた時、 MC でも言ってたアミさんが一緒に泣いてくださってたっていう。優しい、本当に。そう、めっちゃいっぱい、もうなんか気づいたらお菓子がいっぱいあって、私の座ってたんですけど、私の膝とか椅子とかにめっちゃお菓子が置いてあって、置いてくださってたんですけど、びっくりした。そう、なおさんとかほさんが一番に来てくれて励ましてくださいました。優しい。本当にちゃんかな。本当にもう泣き止まさ、泣き止ます感じだと思う。本当に申し訳ないけど、めっちゃ嬉しかったです。ね、リハ終わりだから。そう、優しかった。嬉しかったです。ムーンさんがクルミ可愛すぎて溶けてました。いつだろう。そう、ほののさんはもうその時来てくださって、あとはそれこそ S の日に、この前のあのスクランブルの時にリハしてたんですよ、朝から。でその出てほしいだけどっていうのをマネージャーさんに聞いた時に、その時にその明日 K2 公演があるから無理はしなくていいよって言ってもらって、出たいじゃないですか、やっぱり出たい、明日のも覚えなきゃってなって、でも出たいっていうのを言ってたんですよ。でその時にちかこさんも来てくださってて、本当に無理しなくていいんだよってめっちゃ言ってくださったんですけど、もう出たいってなって、どうしようってなって、でも今から新法上覚えれるかな、明日 K2 公演出れるかなってなって、すごいそう不安だったんですよ。でその時にもほのさんが泣き止ませに来てくださって。そう、私が
でも結局あんずちゃんが覚えてくれたりキョッピーがね出てくれたりしたけど、もうちょっとできたらよかったのかなとか後から思ったり、金魚ありがとう。そう、その時にアミさんが私出たいってそう、そうスタンバイしてた、そうそうそう大変だからって言って、明日があるからねって言って覚えてくれたんだけど、でももうちょっとね、もっとできたらくるみもできたかもしれないし、そのままアナンちゃんポジ、アナンさんポジちゃんって言ってた、アンズちゃんがさアナンさんポジにさそのまま入ってたらって思ったり、頭の中ぐちゃぐちゃしてたどうしたらよかったんだろうと思って。そう、ハタゴンさんがチュース買ってくださった。そう、力を合わせて、もう泣きそうだもん今。絶対泣かない。だから止まってる。電池切れてない。クマちゃんクマちゃんありがとう。よしよし、ありがとうクマちゃん、ありがとう。そう、その時にまやさんも来てくださった嬉しい。そう、その時にあ、
諦めるっていう言い方もあれだけど、なんて言うんだろう、大事だよって。でも出れると思って私できると思って昨日ね ハートありがとう。ハトありがとう。え、聞きたい、昨日どうだった？そう、ブログまだかな。昨日も昨日公演前じゃない、そう、公演前っていうか朝からあーやさんが一緒にしようって言ってくださって、練習一緒にしてくださったり、集合時間の前にね、そう、ってくださって、一緒に練習してくださったり、さやさんも袋いっぱいお菓子くださったり、もう優しい、もうどうしよう優しすぎる そう、お菓子くださったの、頑張ってねって疲れ様ってえ、コオロギじゃないさしい世界解決何もあれだけど本当に30日手つなぎますね、ありがとうね、本当に優しい、花火ありがとうさやさんはね、可愛いんだよ、あのね、くるみってチョコ好きだよねって好きですって言って、チョコ食べてって言ってありがとう。なにこれ、くす玉ありがとう。ああありがとう。
昨日からキョッピーに会ってないかも。でもみんなが褒めてくれて頑張ってよかったですまだまだこれからもあるけど、それ餃子セットちょっとウィーアにする、一旦ホットプレートと餃子の皮とね焼いてないんかって思ったみんなで餃子パーティーするのが楽しいんだよ。まあ重機は乗ってくれると信じてるその重機は乗ってくれると信じてるから、みんなで餃子パーティーしようかなって。そうそう、包むところから。あ、ブブか？解禁されたの？確かに、確かに差し入れだ、確かに。で焼くところからはちょっとみんなで そうなんです。くるみちょっとまだ見てないけど、そうなんです。10月号10月号かなのブブカさんの電子版の電子書籍版、皆さん表紙チェックしてくださいもうすごいよね、もうびっくりしちゃった本当に、本当にびっくりしちゃった、嬉しいね。あ、さっき写真上がったんだ、見たい。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい、本当にびっくりした、普通にもうびっくりしすぎてびっくりしちゃったほんとに
ね。語彙力もなくなっちゃう、なくなっちゃうね。配信が終わってから、まあ今でも見てください、ぜひ。これも後でじっくり見たいと思います。花火ありがとう。お花ありがとう。リンボースターありがとう。昨日は、あとは何があったかな。ハートありがとう、レインボースターありがとう。金魚ありがとう。花火ありがとう。あ、そう、パレオだ。パレオからだよね。パレオ終わった後、私ショールームしたっけ。パレオだ。フィンランドミラクルをユニットではさせてもらったんですけど、どうでしたか。花火ありがとう。そう、パレオはね、もう瀬取りから衣装から投げ物も全部自分たちでその会議みたいなのを開いてやったんですよ。そうだから普段しないような曲も久しぶりの曲もね、いろんな曲をがあったと思うんですけど、投げ物、星投げたのね。いや、カチューシャとかその衣装の中でこれを着るとかは衣装さんが選んでくださってるんですけど、衣装の種類とかは そうだよね。もう何もさ、踊るとも
歌うとも喋るとも何もわかんないよね。何も売ってなかったからさ。ハートありがとう。あ、そうなんだ。青春は恥ずかしいが懐かしかったです。みんな好きな曲あった？くるみは恋の根拠が好きになった。知らなかったんですけど、振り付けとかまでは。振り付けが好き。ダンスが好き。たまやありがとう。リンボスターありがとう。ね、恋の根拠が好きになった。そう、パレオもフルでやらせてもらいました。暑いなぁ、なんでだろう。暑いなぁ、どうしたらいいんだろう。確かに可愛いもかっこいいもできる。ユニットもねバラバラだし、制服レジスタンスめっちゃかっこよかった。あとジッパー、嬉しい。昨日の公演かっこよかったよ。ありがとう。くるみは4曲目が好きなんですけど、 K2 公演はでもアンコールも好き。そう、星投げ楽しかったんだけど、私あの飛ばせないから、本当はもう立ち見席までもうまっすぐにさ、もう上に当たらないようにね、まっすぐ投げれるぐらい投げれたらいいんだけどね。なんか想像以上に、そう、最後投げた後めっちゃ笑ってたね。でもなんかもう想像以上に投げれなくてびっくりして笑ってた。なんかさ、真ん中ぐらいまでは投げれるかなって思ってたの。
だからめっちゃ行こう、行けると思ったら、うん、うん。だからね、もうね、シミュレーションではね、シミュレーションしてたの。シミュレーションではね、ステージの一番後ろから上の天井に当てないように立ち見席まで投げるっていう。もうさ、そのぐらい考えてたの。頑張らなきゃって。前の方で投げて、前の方に落ちてた。ね。そう。なんかすぐ落ちてた。まあいいんですけどね、全然大丈夫なんですけど、あのもうさ、後ろの方まで投げたかった気もするけど、まあ、まあ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 、誰もいないところには投げてないので大丈夫です。そう、シミュレーション大事だよね、やっぱり。そう、もうね、もう端から端で投げて端に落ちるっていうのをちょっと想像してたの。そう、想定外はしょうがない。そう、たまたまあそこに投げたってこと。そう、そうなんです。誰かの手に取ればそれで、そうです、そうです、もうそういうことです。キャッチしてくださったからそれで大丈夫、そういう運命です。花火ありがとう。あ、リハでも投げたんですよ。リハでは投げたの、前の方にね。あ、痛くないよあれ、全然痛くなかった。確かに後ろに行かなかったからね、うん、そう、大丈夫。3個です、みんな3個だと思います。そう、前の方に投げてた。おかしいな。おかしいな、もうちょっと投げる予定だった。私ね、ほんで本番の時にね、5、6列目ぐらい投げようとしたの。3列目ぐらいに落ちて、全然いいんですけどね、撮ってくださったから嬉しかったんだけど、あ、私ってあれと思って。なんか落ちていくのが分かったんですよ、もう。あ、これダメだと思って。そんなこともありましたね。そうです、そういうこともある。たまたま肩の調子が良くなかった、そういうこと。まあそういうことにしていきましょうね。そう、気づいた、なんかここら辺にいるときに、あ、ダメだと思って、落ちると思ったら3列目ぐらいの方の手元に行きました。準備運動足りなかった、なるほどね。とか言って、もうちょっと回してきたらよかったね。もうちょっとね、温めといたらよかったんだね。そっか。ね、そういうことだよね。うん、そういうこと、そういうこと。めっちゃ軽いです、もう1円玉みたいな重さね。そうだよね、肩作っていってね。そう、伸びしろ、そう、伸びしろ伸びしろ、そういうこと。そう、温まってなかったのかも、ちょっとリハでは温まりきらなかった。
金魚ありがとう。そう、空気みたいな感じだったから難しかったのかも。そうです、もうそういうこと。そういうこと。だからちょっと野球とかソフトボールとかしてたら、ね、よかったのかもだけど。昨日12位で心配にならなかった？あ、なんかね、見たので、あ、1位じゃない、よかったってなった。なんかくるみってあの占いで1位の日ってなんかあるんですよ。で、まあ、12位も何かしらあるんだけど、そう、最近ね、そう、1位だとね、なんかあるの、私1位と12位ってなんかあって、だからまあ1位の方がで、なんかそのダメなことの出来事が大きいの、そうなの、だから1位と12位を避ければいいの。だから、あ、12位だって思って、なんかあるかもってなったんだけど、もう1位じゃないってなって、そうなの、あ、まだいいやってなった。うん、なんか、あ、まだ大丈夫、1位じゃないからまだ大丈夫ってなった。うん。そう、それはある。これはどうやって変えるんだろう。何言ってるの。でも私本当にそう、1位は私良くないんですよ、相性が良くないの、あの占いの1位とは。そう、あの占いの1位と12位はあんまり相性が良くないから、まあそういうこともあるよね。花火ありがとう。あ、2位も？本当？何があった？あ、そうですね、何があった？私は大晦日、この前の大晦日の日に私1位だったんですよ。2022年の1位、間違えた。2022年最後の日1位、めっちゃ嬉しいってなって、もう今日はもうめっちゃいい中心するってなったんですよね。まあ、わかります？この気持ち。あ、察してるね。うん、察してる察してる。私がその31日、もう2022年が終わるってなって、もう1位、やった、もういい年越しを迎えるぞってなった日に、夕方、まあ夜、まあそこら辺ですね、なんかちょっと異変に気づきまして、あれってあれってなったら、もう案の定夜寝込みまして、一週間寝たきりという、はい。年明け早々そんなことがありまして、でもう一個なんかあったよね、なんかあったの他に、その次にも1位なんかあって、あ、私あれと思っておかしいってなったっていう、そう、苦い思い出が、そうなんです、ちょっとおかしいなって思った夜。おかしいなって思った。
の部屋にこもっちゃったよね。そう、ショールームのイベントの大事な日に予定入ったりね。そう、そうなんです。変なこと聞いてごめんね。あ、全然大丈夫です全然大丈夫です。まあそういうことがあって、まあまあまあちょっと今日は何かあるかもってまあなったよね。そう、今となってはこれも思い出。そうなんです、経験したからね。こんばんは、こんばんは全然でも1位を見たら、あ、1位だ、あ、1位だってなるんですよわかるこの気持ち1位って嬉しいじゃないですか。やっぱ嬉しいから一瞬ここには行くの、あってなるちょっと構えとこうってなるよね。そう構えちゃう。そう、一瞬喜ぶの、やっぱ1位だからさ、やったって朝からなって、朝から気をつけるっていうそう、もう3、4、5、3、2、まあ2、3、3から11だともう平和平和なんです、ここは。そうなんです、平和、通常運転そう、普段通り。こことここはまあまあ気をつけようねみたいなう、何かあるともう占いが出てくるからさで、なんかでこの前、ちょっと前かも、もう半年とか前に、なんかね、それこそもう1年前に占ってもらった結果のことをパッて頭によぎって、なんか若干当たってたのね、その聞いてたお話が当たってて、あれと思って、これ言われてなかったっけってなったんですよ。私がもうめっちゃ前のことだし、もしかしてって感じでね、もしかしてこれ言ってなかったっけみたいな。でそれをお母さんに言ったの、これってさ、こんなこと言ってなかったっけって。あ、そう、本当の占いで、お母さんが確かにってなって、なんか言ってたかもみたいな。でもう一回占ってもらったっていうそう、だからもうね、すぐに頭に占いが来ちゃうの、何かあると。もう占い大好き。でも悪いことはあんま信じないけど、でももう占いで言ってたからしってなるからいいよね。なんかいいことあったらやったってなるし、マイナスなことがあったらしょうがないってなるから、なんて言うんだろう、そのさ、アプリとかじゃないやつ、星ありがとうそう、これあれだってなる、そう、めっちゃなる
からいいよね。花火ありがとう。そうそうそう。後ろの壁のボタンを押したらどうなりますか。何もなりません。何もなりません。緑ありがとう。花火だ、ありがとう。そうだからもう本当に占いは大好き。なんか自分でさ占いできるようになったらもうさ一生は自分のこと占ってそうだもん。餃子セット出てくるのめっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。あそう、私が1位って書いてたらちょっと心配してね。その日なんかあるかもしれないから私。分かんないけど、うん、基本何かはある。基本何かはある。タロットとか覚えてみる。え、難しいのかな。基本自分のこと占わない。なんかもう分かんなくなってきた。うな、うら、ちょっと待って、やばいやばいやばい、なんだっけ、占い、占わないんじゃ。やばいやばい、もう言い過ぎ。あ、自分のこと占う。なんだっけ、占わない。あ、やばいやばい。占わない、占わない。占わないんだね。わかんなくなっちゃった。そうだからさ、占いの番組とかあるじゃないですか。番組めっちゃ好きあれ。ああいうの大好き。だから見るのも好き。裏われてるの。裏われてるの。占いをされてるのを見るのが好き。裏われてる。ね、手相占い行きたいんですよ。私手相占いしてもらったことなくて、できる方いる？手相占いめっちゃ行きたいの、手相占い。でもさ、なんかさあるじゃないですか、たまにさ、その手相占いでここのこの線が入ってる人は何みたいな見るんですけど、全くわからないっていう。全くわからない。生命線ね、私も短いんだよ。これ関係あるのかな。もう関係ないとかいつも思い込んでるんだけど、どう。だし自分で生命線がどこまでなのかもいまいち分かってないっていう。
M ね、これも M なのかいまいちわかんないんだけどさのようなのはあるけどどうなんだろう、わかんないっていう。結婚線どれあ、女性は左手こっちね右手が過去、そうなんだ違うもんね、なんか右の方が若干濃いよ、わかんないけどわかんないけどね、いや右の方が濃い気がする、左薄い。でもなんか全部同じような感じ、めっちゃ極端に濃い薄いはないかも。そう線が濃い、わかんないけどねね、手相って変わるって言うよね。未来だから変わっていくらしい。おみくじはね、毎年引いてるんだけど、去年はもうね、こんでて引いてないから今年わかんないんですよね、ね私。大吉なのか、小吉なのか、今日なのか。私は占いはもう聞いたら全部信じます。なんかあの占い師さんのあれだったらそうなの、全然いけなかったっていう。大吉だよ、ありがとうやったじゃあ今年は残り半分大吉って思って過ごしますね。本当にそう思い込んどく、思い込みって大事だよね、うん、前世は何、前世は何私前世なんだろう、自分で自分のことを占いの占うのは良くないらしい。あ、そうなんだ、やめとこう花火ありがとう。でもさ、なんかさ、よくあるじゃないですか、なんかさ二択、最近さよくさ二択あるじゃん、未来と過去に行くならどっちみたいな。これも絶対過去なんですけど、皆さんどうですかね、言うよね。なんかさ大吉もさ、なんかなんていうの、小吉とか中吉だと上がるからとかもう言うよね。花火ありがとう ね、私も絶対過去確かに確かに、え、未来にはいけるけど過去には戻れないよ、確かに確かにじゃん、すごそう、私絶対過去っていつも思ってる。あー、なるほどね、逆にね、過去は変えられない、なるほど、未来の自分とか見たくない、まあ、気になるっちゃ気になるけどね、まあ、お楽しみってことで。
過去に行っちゃうとクルミに会えてないかも。いやそれはもうクルミと会う道を覚えておいて、事前に過去に行く前に記憶はそのまま、記憶はそのままで、でもうクルミに会うルートを覚えておいてください。 SK の劇場に行ってとかショールームを見てとかは覚えておいてください。よろしくお願いします。あー逆にね、自分がちっちゃい頃か自分が生まれる前、へー、生まれた時からスタートから、森本くるみになった瞬間から戻りたいもう赤ちゃんの記憶から欲しい全部。まあでも確かに気になるっちゃ気になるけど、恐竜とかも。もう一回見たいっちゃ見たいよね。もう一回 見たい自分の、自分の、自分の、そう、2週目、2週目にしよう、2週目だ だから人間また自分にね戻れるように床を積むってことだよねもうドラマの影響が、床を積むってこと。そう、徳を積んで人間に生まれ変わって2週目過ごそうってことで来世アクエ、アリクイじゃないそう、徳を積もう、徳を積んで人間にも生まれ変わろう星ありがとう レインボースターありがとう。リンボースターありがとう。あーなるほどね。来世は私はソルになりたい来世は人間以外だったら、人間じゃなかったらソルになりたい。他のワンちゃんじゃない、ソルがいいソルくんに生まれ変わりたい。どんな考えをしてて、どんなことを、何を考えてるのかが知りたい、ソルくんが。あ、そうだね、確かにソルが私に生まれ変わって、私がソルに生まれ変わる
そうです、くるみの握手会とかトーク会、くるみレーンは徳を詰めます。徳をぜひ詰みに来てください。入れ替わってるって言ってると思う。まあそういうことです。私神様になるの？手を合わせに行く。神様になっちゃった？なるほどね。嬉しい、さやさんがショールームでくるみのことくるみって呼ぼうって言ってたよ。嬉しい。いっぱい呼んでください、くるみって。おはみに行きます。これ持っとく、シャンシャンっていうの、そう、お清めか。お清めじゃない。花火ありがとう。もう回数はもう徳を積む分ですね。ぜひ皆さん徳を積みに来てくださいね。お待ちしてますね。花火ありがとう。サイリウム持って神社に行きます。あ、お待ちしてます。神様になっちゃったんだ私。こうやってしてるかもしれない、奈良県で。金魚ありがとう。花火ありがとう。星ありがとう。最近大仏見に行ってないかも、奈良の。やっぱりなんかでもさ、地元とかの方が行かないよね。なんか奈良県とか、なんて言うんだろう、そのさ、わかんない、わかんないよ。家の隣がユニバやったら行くかもしれないけど、なんて言うんだろう、わかります、この言いたいこと。なんか行かないよね多分。だってさ、あの、わかんない、わかんない、人によるかもしれないよ、人によるかもしれないけど、滋賀県の方って琵琶湖に行くのかな、行くか。なんて言うんだろう、そのさ、観光
地にさ地元の人ってあんま行かなくない？そう、名古屋じゃ行かない感じね。そう、わかんない、行く人もいるかもしれないけど、だってさ行こうと思えば行けるわけじゃん。だからさそのために行かなくない？それだったら多分隣の県の観光地とかに行くからさ、なかなか行かないよね。そう、そう、遠足とかで行くし。え、そうなの。だからなんか自分で行こうってならないよね、あんまりきっかけがないとさ。そう、遠くだから行きたくなる感じ。そう、別になんか行きたくないわけでもないし、それはあるかも。そう、いつでも行けるって思うもんね。そうなの。そうですね、まあ劇場はまたちょっと違いますもんね。近くても近くなくても。はい。そう、ご当地名物も意外と地元民にはそんな食べないしね。そうなの、柿の葉寿司もめったに食べない。なんかきっかけがあって食べるみたいな。エスカレーター乗るときさ、そう、左だよね。関西が右？分かんなくなっちゃった。どっちだっけ。なんか人がいる方に乗ってるんですよいつも。いや関西が左か。そう、逆だもんね。初めて知った時びっくりした。あれって思って、こっちだっけってなって、あ右、あ右だよね。そう、右。そう、でも人に合わせてる。私もなんかあんまり意識してないけど、あ違うってことだけ覚えてて、名古屋が左。そう、奈良も同じ、大阪とかと一緒。名古屋とは逆のイメージ。京都左なんだ。あ、左右関係ないの。でもなんかさ、やっぱりさ、もう一列になってるじゃん基本さ。エスカレーターに乗れるんだ、すごいね。
なるほどね。片方によるとエスカレーターが壊れやすくなる。そうなんだ。そう、みんなと一緒のことするっていうのが名古屋のエスカレーター狭くない？狭い？嘘、あんま何も考えたことない何も意識しなかった。あ、そうなんだ、狭いんだ。花火ありがとう。あー、なるほどね、理由があるんだね。金魚ありがとう。名古屋のエスカレーター、人が来ると動くね。都会ってすごいよね都会ってすごい、本当にすごい。ビルいっぱいですごすぎる。もう初めてね、平たいさエスカレーターあるじゃないですか、立ってたらこうこう動くやつ、あれ見た時はもうめっちゃテンション上がったすごーってなった。なんかで、なんかではさ、やっぱ見てるからさ、なんかではさ知ってたんだけどさ、なんか見たことあるやつってなった。歩く歩道なんて言うんだね、すごーってなった。あ、梅田にあるのなんかね、なんか飛行機に乗る機会があって、ちっちゃい頃にすごーってなった。すごーって本当にテンション上がってた空港のイメージわかんないけどね。もうなんせビル多いよね、もうすごすぎ。もうさ、どこを見渡してもさ、これはもうねもうあるあるだと思うんだけど、都会生まれ都会育ちじゃない人あるある、もう見ちゃうの上を見ちゃうの、こうやってやっぱさ見ないじゃん都会の人はさ見ないからさ、もうなんかおかしいんだよね、見てるからじーっとすごいってさ、上を見てるからさやめるんだけどね、すぐ真正面向くんだけど。そう、奈良ってねどっかに山があるのすごいよねそうなの、山があるの山もないんだよ、すごくない？そう、本当にそう、だからね、それはそれで好き、山があるのは。でもね、ビルがいっぱいあってね、もうねすごってなるのわかる？この気持ち。あ、くるみ雷は大丈夫なんですけど、もう見ちゃうの、上を見ちゃうの、なんせ上を見ちゃう
ね、くるくるのビルびっくりしたよね。何あれってなるよね。そうなの、もうね、すごいの。そう、夜でも明るい、めっちゃキラキラしてる。ね、もう上を見ちゃう、未だに上見ちゃう、こう建物こうやって見ちゃう。花火ありがとう。もう夜でもキラキラしてんの、光がいっぱい、すごい、本当にキラキラ。花火ありがとう、金魚ありがとう。都会の人は歩くの早いとか、私遅いんだ、だから街中で上を見て歩いてる女の子がいたらくるみだと思っておきます。いや本当に。あ、星ね、確かにあんま見ないかも。いや見えるんだろうけど、あんま気にしてないかも。でもなんか覚えてるのは、夏の宿題とかのためにめっちゃ星を見に行ったことがあって、イルミネーション好き。いいよね。それどころじゃないんだよね、多分星とかじゃない、ビル高い、すごい、めっちゃ街キラキラしてる、すごい、多分気を取られてるんだと思う。東京でも少し西に行くと晴れてたら富士山見えるよ。すごっ、そうなんだ、そんなに大きいんだね。富士山は1回しか見たことない。え、名古屋から富士山見えるの？そうなんだ、すごいね。家から富士山見える、すごっ。そう、私もそう、東京にいたらずっとくるみ首痛くなってるよ、本当にもうずっとキロキロしてると思う。奈良からでも見えるの、それはもうすごいね。ああ新幹線、なんか新幹線の時はあんまり気にしてないから。あんま見たことないですね。なんか富士山はなんか家族旅行で静岡に行ったことがあるんですけど、こうやって見たの、えって、もう二度見しちゃった、大きすぎて。花火ありがとう。でね、なんかバスで、バスで行けるとこまであるじゃないですか。車もね、行けるところ、めっちゃ寒かった。下めっちゃ暑いのに。あ、5合目？そう、
そこまで行ったことがあるんですけど、めっちゃ寒かった。でその時にあのさ、コインした。そう、小学校の頃は本当に集めてた。多分あると思う、今もある。この前見た。金魚ありがとう。そう、富士山の頂上にポスターあるよ。ポスターあるの、すごっ。何を、普通のポスト、それって郵便局の人めっちゃ大変じゃない、毎日登るの。すごいね。なんか山登りしたことないかもしれない。なんかさ、遠足でめっちゃ歩くとか、なんか山とかを。でもそんな言って山じゃないし。それでも結構さ、はは言いながらさ歩くのにさ、山登りする人すごいよね。こういうのとかさあるじゃん、よくドラマとかで。こういうの、こう登っていくやつ。花火ありがとう。すごいよね。奈良の山もいいですよ。でも山、山好き。車だと窓開けたくなるし。花火ありがとう。へえ、富士山の郵便局員は立候補制で1週間交代だそうです。すごっ。なるほどね。滝ね、いいね。これ滝よ。違う、また。滝行って罰ゲームなのかな。でも夏は良くない。違う、冷たいか。冬はね、寒いよね。でもさ、滝行かお化け屋敷かバンジーって言われたら、滝行、バンジー、お化け屋敷かも。いや、バンジー、滝行、滝行、バンジー、お化け屋敷かも、私。でもやってみたよね、なんか気合い入れみたいな。外国で行ってみたいところある。外国行ってみたいところ、ワッフル食べたい。ドイツじゃない、どこだろう。ワッフル食べたい。ワッフルとあとチョコ食べたい。ヨーロッパの方？
ベルギーか、ベルギー行きたい。ベルギーのワッフル食べたいです。あとチョコも食べたい。ベルギーね、いいよね。ヨーロッパかな、ヨーロッパ一番はベルギー。みんな行きたい国あるの？あ、ビールも美味しいんだ。じゃあ二十歳超えてから行こう。ね、なんかさ、外国のさ、お菓子とかさ、食べてみたいよね。金魚ありがとう。スペイン、スペインはもうくるみなんかサッカーのイメージしかない。なんでだろう、有名サッカー。エジプト、イギリス、ドイツ、そう、チョコとワッフル、なんかベルギーかなのワッフルがめっちゃ美味しいみたいなのを何かで見たことがあって食べたいってなった。金魚ありがとう。あとはどこがあるだろう。へえ、美術館巡りいいね。あ、イタリアジェラート最高じゃん。へえ、生ハム美味しいんだ。あとは、台湾の食べ物日本人の口に合って美味しいよ。あ、そうなんだ。台湾。ドイツはソーセージ。わかんないけど。アメリカのハンバーガーいいね。ハンバーガー食べたい。めっちゃ大きいさ、ジュース飲みたい。いいね。確かに本場の中華とかありかも。花火ありがとう。ね、そう、なんかソーセージのイメージある。わかんないけど。お菓子ならフランス。あ、そうなんだ。花火ありがとう。オーストラリア、コアラみたい。コアラみたい。動物好き。
あとは何があるかな。パルコンありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそポテトの上に乗ってるね。ハンバーガー、そうなんだ。ハンバーガー食べたいいいね、ハンバーガー食べたい。東山動物園はね、行ったことあるの。あのコアラより、あのゴリラのイメージが強くて、で、あのなんで強いかって、あのゴリラのなんか誰かな、そう、11期でいるときに東山動物園の話をしたの。じゃあめっちゃゴリラの説明を受けてめっちゃゴリラシャッシャッシャバーニ、シャバーニくんちゃんくんの話かな。めっちゃ説明受けたのが覚えてて、ゴアラン、ゴアゴアラじゃない混ざった混ざったゴリラのイメージがすごいある。あとはゾウとキリンも見た。ゾウとキリンも見た何ゴアラってゴアラ、ゴアラくん、そう、ゴリラの説明を受けました。花火ありがとう。花火ありがとう。あとはなんか水族館にも行ったことあるらしいんだけど、もうめっちゃ前、本当にちっちゃかったから全然記憶なくて、ほぼ行ってない。記憶は行ってないのと同じだから行きたいな。ジンベエザメはあの大阪の水族館そう、海遊館いるよね。花火ありがとう。レンボスターありがとう。そう、海遊館とかあのまあ分かるんですけど、あの名古屋の水族館はちょっともう覚えてないっていう。あとはどこ行ったかな。あ、もうちょっとで55分でランキング見ます。星ありがとう。全然関係なくて全然話戻るんだけどさ、なんかさ12月ぐらいにのクリスマスの時にオーストラリアに行ってサンタさんを見たいあー全然関係ない、そう全然関係ないんだけど、あの季節が逆のサンタクロースが見たいなってちょっと今思った。そう、波乗りサンタさん、そう
海のねサーフしてる、サーフィンしてるようなサタさんみたいな。そう、夏だから日本を冬に出ればいいってことだね。そう、真夏のサンタさんが見たい。だるまありがとう。あれってさ、ね、熱中症ならないの？ちょっと心配になっちゃうよね。だるまありがとう。ね、そう、季節が逆なのかも。ちょっとさあれじゃん、なんかさ季節逆なのかちょっと信じられないじゃん、行ったことないからさ。そうそう、そのためにそう、ちょっと見てみたいなってちょっと一瞬思った。うん。レインボースターありがとう。だからもう一年中夏みたいなもんだよね。ちょっと桜を見て、ま、違う、明けましておめでとうございますして、ちょっと雪降って桜見て、夏が来て、ちょっと落ち葉見て、ちょっと寒くなりかけて、また夏みたいな、まあ、自分の中の1年ね。オーストラリアやっぱ行くからさ。最後の12月ぐらいに、そうそう、まあ、そういうこと。うん、そう、夏の12月。なんもないです。そう、冬、春、1月からね、おけましておめでとうございますしておせち食べて、やっぱ2月ぐらいってちょっと雪降るじゃないですか。だから雪見て、桜見て、夏ちょっと落ち葉見て、ちょっと肌寒くなってきて、また夏完成。秋、夏、春、夏、そう、こういうこと、こういうことです。本当につらかったです。つらかったんだね。そう、そう、固定概念崩そう、壊そうか、まあ、そういうことです。金魚ありがとう。そう、一日、間違えた、一年に2回夏を感じるってことです。そういうこと。そう、私も冬派なんだけどね、どっちかというと。でもサーフしてるサンタさん見たいから、やっぱり逆に夏に冬のとこ行っていいのか。あ、そういうことです。半袖サンタが見たい、海にいるサンタさんが見たいです。あ、今の流れ、夏大好きっ子。あ、本当、私冬派。じゃあランキング読みたいと思います。花火ありがとう。めちゃめちゃ冬派。じゃあ切れちゃうのでランキング読みますね。ではいきます。13位、赤と緑と黄色のサンドイッチさん、ありがとうございます。13位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして12位、 SK の着ぐるみさん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。
そして11位、推しのうちはもた餃子さん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。変わった。13位、ありがとうございました、ありがとう。そして12位、ワンちゃん、ありがとうございます。ワンちゃん12位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして11位、さん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。そして10位、ドスコイ猫ちゃん、ありがとうございます。10位、おめでとう、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。そして9位、 M の旗を持った猫ちゃん、ありがとうございます。9位、おめでとう、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。そして8位、 SK の着ぐるみさん、ありがとう。8位、おめでとうございます、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。そして7位、ふくろうさん、ありがとうございます。7位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして6位、お皿の上乗った餃子さん、ありがとうございます。6位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして5位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。5位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして4位、みかんを乗せた猫ちゃん、ありがとうございます。4位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして3位、さん、ありがとうございます。3位、おめでとう、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。そして2位、クロミちゃん、ありがとうございます。クロミちゃんにおめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして1位、ふんふんふん、ありがとう。1位、おめでとうございます、ありがとう。ありがとう、ありがとう。皆さん、今日はもう長い、めちゃ長い配信見に来てくださってありがとうございます。久しぶりに、いや、そんな空いてない、いや、でも空いた、くるみの中では空いた。お話ゆっくりできて元気になりました。スクショタイムしましょう。サンタ、サンタってこんな感じ。サンタポーズってなんだろう。エッサホイサのポーズです。念仏。ではでは。皆さん、今日も来てくださってありがとうございました。ブログ見てね。ではおやすみなさい、バイバーイ、またね。ありがとう、来てくれて。今日もお疲れ様でした。皆さん、ゆっくり休んでね。バイバーイ、おやすみ、おやすみ、またね、バイバーイ。エッサホエサ、これね。